スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では私が先日、FX のトラッキングトレードのショートポジション、売りポジションを損切りしたのに、どうして土天ロングをしなかったのかということについてお話していきたいと思います。はい、約1週間前ですね、トラッキングトレードで100万円の損切りを決めた理由という動画をアップロードしました。で、この動画の解説欄にその URL を貼っておきます。でですね、まあ、ショートを損切りしたっていうことは、これから先為替が上がると思ったからですよね。じゃあ、ショートを損切りしてどうして土天ロングをしなかったんですかという質問をいただいてはいません。はい。いただいてはいないんですけども、気になった方もいらっしゃるのではないかなと思って今回の動画を公開することにしました。で、なぜ土天ロングしなかったのかということ、まず一つ目ですね、証拠金の問題です。はい。やっぱ100万円という金額、大きい金額で、まあ、損切り直後なので、まあ、はい、証拠金的に、まあ、ちょっと、厳しいかなっていうところがあって、あとやっぱり人間なんで、損切りした直後っていうのは、メンタルちょっとやられてるんで、正直、往復ビンタが怖かったんですよ。ね、ショートから買いにして、今度買いにしたのはいいけど、そこから下がり始めて、おーいってなるのが怖かった。で、まあ、やっぱりユーロドルっていう通貨ペアは、怖いなと再確認しました。はい。やっぱりきっちりと逆張りができていないと、まあ、偉い目にあってしまうね。今回だと私、1.14 まで上がったら売りたいって言っていたのを、1.11 で、売ってしまいました。で、もしも 1.14 で、売っていたら、1.15 を超えたところで損切りしても、額は小さかったんですよ。もしくはまあ、ロングポジション、あ、ごめんなさい、ショートを持ちっぱなしにしてたっていう可能性もあるんですけども、どっちにしても、1.14 でっていうところを、守らなかったところが、ダメだなと。でも、やっぱちょっとユーロドルの勢いっていうのは怖いので、マイルールに、ユーロドル禁止っていうのを入れようかと思ったんですよ。ね、モニターのところにユーロドル禁止って貼ろうかなと思ったんですけども、まあでもさすがにやっぱり禁止するにはもったいない通貨ペアなんで、取引しないと。はい。で、あと、まあ自信度で言うと6割7割くらいだったんで、はい。まあそれほど自信があったわけでもない。自信があったわけでもないけども、これをこのまま放置しておくと危険だと思ったんですよ。で、あと、はい、直近、安値から短期で上がりすぎていたからということで、これはチャートをご覧いただきます。はい。ということでですね、まあ私が、損切りを決めた理由ですね。はい、これはその動画の中でもお話しましたし、あとですね、先日のループインフダンセミナーでもちょっとお話したんですけども、ここの上髭陰線の前回高値ね、そこから下げていって、そして、今回高値、これ週足で見ると、はい、上げてきて、前回は、上髭陰線だったところに陽線が被さってきたんですよ。なので、この週明けすぐに損切りしたっていうところなんですよね。で、月足で見ると、はい、こんな水準であると。で、まあ、次の目標が、1.20。ね。で、1.20 を超えてしまうと、というか、まあ、売りの立場からで言うと、超えてしまうと、もう 1.25、ね。あるいはまあ、1.30 とかも、このあたりを見ると、上値余地っていうのはすごくあるんですよ。なので恐ろしくなって、損切りしたっていうところなんですよ。で、一方、日足で見ると、まあ、こんな感じなんですよね。ここ、窓を開けっぱなしで、どんどん上がっていったと。ね。で、まあ、どんどん上がっていったんですけども、これ撮影しているのが2017年の7月の末、7月の末です。で、今年の1月の、ね、ほんともう、お正月ぐらいの安値って、1.03 台だったんですよ。ということは、まあ、はい、半年、まあ7ヶ月ぐらいで、1400ピップス上昇してるんですよ。1400ピップス、まあ、米ドル円で言うと14円とかですよね。14円分の値幅がまあ上がっているということで、はい、かなり、まあ、ピッチ早く上げていったっていうことで、はい、ショートを、持ち続けるっていうのはリスクが高いので損切りはしました。かといって、新規でここからロングをするには高値圏まで上昇しているのでやっぱり怖いっていうところなんですよ。ということで、まあ戦略としてはね、まあユーロドルを封印しないとすれば、
もっと上昇したとこね、もうここまで行ったらさすがに売りだろうというところまで行ってショートっていうのがまず一つの戦略で、もう一つですね、まあこの後下げていきましたとね、やっぱり窓を埋めに行くんかーいっていう値動きになって、どん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 下げていって 1.07 前半の窓を埋めたらそこはロングかなと思います。はい、まあ直近、1.03 っていうのは、割っていないラインだったと確か思うんで、はいっていうまあ戦略です。まあでもこっちの戦なんでしょう、値動きになるっていうのはまあちょっと今の時点ではなかなか、考えにくいかなということで、はい、今回の動画は以上にしたいと思います。またいろいろな動画を配信していきたいと思います。そしてブログの方では、ブログでしか公開していないコンテンツなどもありますので、よければ、スマートフォン、タブレット、パソコンのお気に入りブックマークに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。